話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人号派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。罠だったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。風間のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだった。俺を撃たないのか？どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。